はい。皆さんこんにちは。ワンダルグリュー PC です。では今回は、提督の決断図、続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、オートモレスビーようやくダッシュすることができました。ただですね、このポートモレスビー、航空基地を破壊しているので、敵の奪還があった場合にはですね、それに対してとても脆弱な状態です。なので、ポートモレスビーのね、防衛をまずしっかりやるということと、ヤマトはじめ傷ついた艦艇は一度トラックに入れて、修復を行っていきたいと思います。そして次の目標ですが、暫定でガダルカナル攻略を行っていきたいと思います。ただこれはですね、情勢を見ながら、次どこを攻めるかというのを、検討しながら、まずはガダルカナル攻略を前提にプレイの方をしていきたいと思います。さらに札幌のね、奪還もしっかり行っていきたいと思っています。で、あと一つですね、お知らせというほど大げさなものではないんですが、艦隊の名前を少しずつ変えていこうかなというふうに思ってまして、特に、空母が入っている艦隊で直縁を上げるのを忘れてしまったりすることが多々あるので、そういったことを防止する意味で、艦隊の名前を、ね、航空艦隊という形で空母が入っているもの、正規空母が入っているものに関しては、ご覧のように航空艦隊という名前にしています。で、その他で言うと、主に輸送をメインでやってもらうような艦隊に関しては、輸送艦隊というような名前をつけたりですね、少しずつ、ミスがなくなるような、そういうネーミングに変えていければいいかなというふうに思っています。では、早速ですね、時間を進めていきましょう。すでに、移動の命令の指示は出してあります。各艦隊トラック。でですね、昇格随格の南雲さんの第4航空艦隊だけ、このままポートモレスビーに入ってもらいます。ポートモレスビーでね、航空隊を補充します。では戦闘命令フェーズです。一応ハワイに関してはですね、索敵を怠らないというふうなことをね、しっかりやっていきたいと思います。そろそろ本当に何度かお話している通り、SX 級が出てきてもおかしくない、そういう時期に差し掛かってるので、雨か。SX 級が出てくると、今のこの状況が一変する可能性がありますからね。はい、札幌の方はですね、陸戦隊送り込んでますので、陸路から札幌の攻撃が始まっています。このまま行けば、もしかしたら奪還できるかもしれないですね。陸戦隊だけで。一応艦隊も送っています。で、ブナではアメリカ軍を駆逐中です。これでニューギニアは完全に我々のものになってくれればいいかなと思います。ではまずポートモレスビーからですね。艦隊ですが、第4艦隊。ここに、そうだな、まずは陣形だね。いつも忘れてしまうので陣形を輪形陣に変えましょう。空母と、春菜を入れ替える。これは絶対だよね。でもう一個空母をどこに置くかだよな。空母の置き場所が、ここぞというところが思いつかないけど、これなのかな。昇格を一番守るという意味では。昇格、随格はね、ペアで行動することが多かったようですけど、なぜか昇格ばっかり狙われるっていうね、そういう風な艦隊だったようです。では、ここで行動力使ってしまいましたので、次のターンで忘れずに航空隊の補充を行います。では、ラバウルですね。ここの航空隊も補充します。だいぶ消耗しましたからね。全部20ずつ配備していきましょう。数が、そうだね。一式の立候がついにゼロになりましたね。予備が。ただここはうまく調整しましょう。一式の代わりにどうだろうな。距離のあるものが欲しいけど、99式の艦爆が超余ってんな。99式の艦爆を各基地に配備していった方がいいな、まずは。足りないところは救急士の艦爆を補っていくっていうね、ちょっとそういう消極的な案にはなりますけど、こんだけ余ってると、どっかで使っていかないともったいないですからね。救急式の艦爆。基本的には艦爆だな。まあ、艦爆で、果たして戦艦が撃沈できるのか、というのはありますが。上枠も一時はね、その、基地、2個体制というのも考えたんですけど、一旦はこの状態でいいかな。あと97の観光も余ってたね、今見たら。どうする？冷戦の52型20。ここはそうだな。97の観光も使っていこう。280機余ってるからね。空母には最新鋭をやっぱり配備しておきたいなというのもありますしね。ラバウルに関しては、もう補充終わっちゃいましたけど、できることなら、航続距離の長いものを用意して、ガダルカナルに届くようにしてあげるべきでしたね。なので、救急の艦爆、あとは水星ではなくて、天山に全部変えて、あるいは、96式の立航に変えてでも、ガダルカナルに空爆ができるようにちょっと配慮しましょう。それでいきます。では続いてハワイですね。ハワイも見ておきます。ハワイは第3艦隊が索敵に出てますが、残り第9、第6と、両艦隊、すでに完全に修復も終わって、いつでも出航できる状態になってますので、これ補給しておきます。これで、いつでも敵艦が出てきたら、迎撃できる。まあそういう状態ですね。であとですね、このハワイに関しては、4師団で守るように、師団を補充してあります。そうだ。ここ、今の、思い出しましたか？ポートモレスビーに陸戦隊どうするかだな。ハワイはもう絶対4師団。17、18陸戦隊と12、30の陸軍の師団で守りますと。もうこれは絶対ですよね。あとは、基地の方も補充しておきましょう。数がある方がいいですからね。20。冷戦の52型。水星。天山。立航が15しかないんだな。一式の立航、ちょっとここ外して、少し、観光を置きましょう。で、ここは冷戦の52型と同じ配備。冷戦の52型の数が足りなくなっている。衝撃ニュースだな、これ。艦船を使うしかないな。96式の艦船だ。こういうところでケチってるのが、まずいことにならなければいいなぁと。それだけかな。あとは装備も変えておかないといけないですね。救急の艦爆。いや、97の艦砲かな。今はね、やっぱりラワウルに最新鋭機をゴリゴリ配備して、ガダルガナルに届く距離で運営したいので、我慢しましょう。ハワイは4師団で守ります。で、ミッドウェイはですね、現状1師団しか入っていないので、ちょっとこれも検討が必要ですね。で、もう今動かせなくなっちゃいましたが、ポートモレスビーの陸戦隊どうするかですね。今第14師団のみ。そうだな、上枠はどうなっている？陸戦隊2つ。上枠に陸戦隊2つだったら、上枠の陸戦隊1つを、そうだな、ポートモレスビーに回しましょう。南雲さんのところにいる陸戦隊を温存しましょう。これでいいですね。陸戦隊の数はね、ある程度増やしていっているはいるものの数自体は足りないので、こらえましょう。で、東京に入った艦隊、輸送艦隊ですね。これらの輸送艦隊には、この後ですね、陸戦隊を乗せていきます。ただ、どうだろう。この東京自体に陸戦隊が今、陸軍しかいないな。そしたら、呉に入っている陸戦隊、これ東京に移動して、東京から乗せましょう。第3、第5、第10陸戦隊。これ全部動かします。んで、呉の方では陸戦隊を補充します。これでまたね、輸送艦隊編成して、しっかり前線に陸戦隊を送り込んでいきましょう。では、これで時間を進めていきます。では、ポートモレスビーから、艦隊ですね。第4航空艦隊の方に補給を行います。航空機を補充。昇格髄核に補充していきます。だいぶ消耗してるね、ここも。そうだな、上空を守ってもらう。まあ、いわゆる直縁は96式の艦船にしていきましょう。数が足りないがゆえの、荒領事にはなりますが、昇格、随格ともに同じ編成にします。いや、航空機の消耗が本当に激しいな。このままの消耗具合でいくと、あっという間に数が足りなくなるので、次の予算編成会議は、予算を大幅に増やしてもらわないといけないですね。で、第4航空艦隊、南雲さんのところにいる第20師団は下ろしませんと。まあ、そういう形にします。温存して、ガダルカナル島攻略に使いましょう。で、札幌の方なんですけども、ちょっと苦戦している状態なので、陸路で東京の陸戦隊を送り込みましょう。では戦闘命令フェーズ見ていきましょう。ミッドウェーですね、今回はとにかく。で、一応日本の方なんですけども、日本の方はですね、輸送艦隊の方に陸戦隊を乗せてあります。第12輸送船の方に第20陸戦隊、第13輸送船の方に第2、第10陸戦隊乗せてますので、これをガダルカナルに向けて動かしていきます。一方、札幌の方ですが、索敵を行いましょう。敵の艦隊が必ずいるはずだ。敵艦隊発見。これを潰しておきます。こんな札幌の近くでうろちょろされたらたまらんと。ちょっと待ってね。巡洋と龍城の方なんですけど、装備はどうなっている？爆走になってますね。99式の艦爆、爆走になってる。龍城の方は爆弾持ってる。よし。これをじゃあ、雷槍に変えて、いきましょう。まあ、ここで、航空艦隊と名前を付けたのに、直縁を上げ忘れてるっていう意味では、全くこのネーミングを変えた意味がないだろうっていうね、ちょっとそういう悲しいお話になるんですけど、なんとか次から忘れないようにしましょう。前期出撃です。では、ミッドウェイの方を見ておきます。まずは索敵から。敵を発見しないことには、どうにもならない。敵艦隊発見、戦艦3。近いな。これ砲撃、微妙に届かないね。では、ミッドウェイ基地航空隊で、敵の第7艦隊、これを殲滅していく。前期爆走になってますね。これで、じゃあ空撃を行っていきましょう。敵に空母がいなかったのでね、せめてもの救いと。これで敵艦、戦艦3隻を始末したい。邪魔くさい。敵の艦隊ですね。戦艦1隻を大破。輸送船を全滅させた。これで上陸される心配がまず一つなくなりましたね。敵の陸戦隊が乗っていたとしたら、その陸戦隊を全部沈めてやったと。では、札幌の方に第14航空艦隊の方から空撃を行っていきます。まあ、ここも数は少ないので、仕留めておきたいですね。よし。これで敵の第9艦隊は壊滅。あとは札幌をね、奪い取るだけですね。第1陸戦隊がちょっとピンチだな。札幌は何師団入ってるんだ、敵は。むちゃくちゃ数入ってんだ。札幌の敵の師団の数は相当入ってる。3師団は入ってたよね。味方のは第1、第3陸戦隊入ったでしょ。この後第4陸戦隊、第5陸戦隊かな入るので、そこでまたちょっとなんとか防衛を行っていく形かな。龍城の方から、あるいは純陽の方からは、乾燥して、雷槍から爆槍に変えて、札幌の空爆を行っていきましょう。で、直縁も上げる。うわ、目のため行動できない。まあ、それならそれでいいか。では、呉の方ですね。艦隊に補給を行ってガダルカナルに向かってもらいます。では、これで時間を進めていきましょう。心配なミッドウェイですね。そこの防衛です。まずは艦隊を敵に近づけましょう。まあ、敵の第7艦隊がこのままここに居続けるかというとまた話は別なので、どっか違うところに行ったり撤退したりということはあるかもしれませんけどね。で、トラックの方は急いでね、修復作業に入ります。ガダルカナル攻略のための準備。第16艦隊の足が遅いな。トラックの方は艦隊が入ったので、第1艦隊、つまりヤマトですね。これを修理していきましょう。そうか、ヤマトももうここまで傷ついてると、艦艇の数も少ない上に、ガチャンコする必要があるな。4隻で戦うぐらいだったら8隻で戦ってね、ヤマトに集中的に攻撃に食らう確率をやっぱ下げていった方がいいと思うしね。そうするとガッチャンコする対象の艦隊を考えた方がいいな。第10艦隊は巡洋艦3、駆逐艦3、ちょうどいいね。この第1艦隊と第3艦隊をガッチャンコしちゃうっていうのが良さそうですね。ドック開けしたら第1艦隊とガッチャンコしましょう。ではこれで時間を進めていきます。戦闘命令フェーズは札幌とミッドウェイですね。まずは札幌の方に空爆を行っていきましょう。まあ、一応索敵もします。空撃もできません。ダメですね。残念。そしたらミッドウェイだ。まずは敵艦隊を見つけよう。まあ、思いっきり離脱した可能性もありますからね。発見した。どこにいる？ミッドウェイの南に下がってますね。これは距離が届かないんじゃないか？攻撃の距離に入ってないね。第11艦隊の方の伊勢。これも届かないんじゃないかな。金剛ですね。金剛も届かない。となると、基地航空隊で、敵艦隊を沈めましょう。前期出撃です。いや、これもミッドウェイも、必ず索敵を行うルーティーンに入れないといけないですね。ハワイはね、必ず索敵するようにしてたんですけど、まさかミッドウェイ最初に来るとは思わなかったですからね。では時間を進めます。敵の第3艦隊を空撃。襲っていきましょう。よし。これで敵の第3艦隊は壊滅しましたね。第7艦隊がいたはずだな。その第7艦隊を見つけなきゃいけなかったんじゃないか。索敵を1回で怠りましたね、今。うかつだったな。第7艦隊、戦艦部隊だったはずだ。そうだよな。敵艦隊接近。これだ。これが本命だよ。しまった。やられた。21機喪失。くぅ。うかつだった。本当に倒さなきゃいけないのは、こっちだったのに。第一陸戦隊が壊滅するな、このままだと。第一陸戦隊は一度下げましょう。うわ、そう言ってる。矢先に壊滅か。いやー、これ札幌そう簡単には奪い取れなそうだな。残りの陸戦隊も全部投入するか。では、第5陸戦隊も札幌に向かってもらいましょう。で、あとは、ミッドウェイですね。ミッドウェイが、ちょっと敵の策にまんまと情けなくもハマってしまいましたね。では、ちょっと長くなってきましたので、今回はここまでにさせていただいてですね、次回は札幌の奪還とミッドウェイの防衛、これの続きをやっていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。